久保さん。300円マージンにしましょうか。300円マージャン。メルカリで、ストラップとか。結構メルカリで久保さん売ってますね。たまたまちょっと久保さんの名前で今検索したメルカリのアカウントが出てきて、ジャッキーチェン物語売ってるじゃないですか。1500円で <laughs>。いっぱい売ってますね、これ。新品ゴル、ゴムベルト。腕時計。化粧付き黄金トランプ。 ジョジョの DVD。三味線鉢。三味線鉢売ってますね。<laughs> いろいろ売ってますね。これすごいな。すごいですね。結構。あ、こんな売れんだ。はい。このね、あの、ラスト1本、モノポット1脚。<laughs> できる。ホームページビルダー15、フルセット3000円。すげえ。すげえ。ホームページビルダー売れてますよ。 ルイビトン長財布12,800円。超備品。すごい。売ってますね。<laughs> 久保哲郎。はい。まあ何が言いたいのかっていうと、あの、なんだろうな。あの、よくね、えー、久保さんの速可塾の教えの一つの中に、まあセルフバッグを教えていきましょうっていうのは絶対あると思うんですね。まあ僕も一部入ってますけども、あの、いや、そんな方法を教えて誰のためになるんですか知ってるよみたいなね。いや、知ってる人に売らなきゃいいんですよ。 だ例えばね、この300円マージャン、興味ない人に売らなきゃいいじゃないですか。興味ある人は買うんですよ。ね、このマージャンストラップも買うし。<laughs> ストラップ300円で売れてますよ。マージャン専用のなんかストラップ。これ欲しいかって言ったら僕欲しくないですね。でも300円で売れてる事実があるわけですよ。欲しい人にはいるんです。だから、セルフバックを未だに知らない人はいるわけですよ。だあなたは知ってるけど、あなた以外は知らない人に売ればいいだけなんで。 だから、知らない人にこういうものありますよと、こういうやり方ありますよと。で、やってみてください。あ、本当に稼げましたねと。じゃあ、その教えた授,授業料くださいっていう。だから、このホームページビルダーもそうじゃないですか。別に今、ホームページビルダーやんなくても、別に、あの、WIX とかね。 あの久保さんが使ってるやつとかでもう無料でね簡単にホームページなんか作れるわけじゃないですかだけどいまだにホームページビルダーやりたい人はこの本買うわけじゃないですかだから誰に売るのかっていう話でそのなんか売れるんだけども売れないよと思ってる多くの人はうんそう売れない何なんですかね これはね、もうハードオフの話とかもするんですけど、ジャンク品でも売れるんですよ。もうジャンク品ですよっていう。ジャンク品ですよって言ってんだけど売れるんですよ。わかりますだから、売れないものってないんですよ。だから、結局そのリーチしてるかどうかの問題であって、そのジャンク品を買いたい人にリーチしてるかどうかの問題です。だから、あの、セルフバックをまだやり方わかんない、知らない、何それっていう人にリーチしあなたはしてるんですかと。 だからそこに対して集客してるんですかと。ちゃんと情報発信してるんですかというところでございますよね。なんかこんなの自分は知ってるからっていう話ですよね。まあほとんどの人が。情報ビジネス始めるときに本当にいいものを、だってセルフバックなんてやれば絶対稼げるじゃないですか。ね。まあその額はね人それぞれ違うかもしれないですけども、もほぼ絶対ですよね。あれ絶対ですよね。<laughs> あれはね絶対って言っていいんじゃないですかね、セルフバックは。 だってそもそもセルフバックの仕組みが本人申し込み OK って言ってるんだから <laughs> 絶対ですよねその仕組みを否定してますよね稼げないんだったら <laughs> 本人申し込みで OK なんだからだから僕もクレジットしかもねもうまたここにねプラス情報発信のエッセンスを入れるならば僕はそのクレジットカード系の動画の広告収入で多分ね40万ぐらいは稼いでますね うんまあ久保さんも知ってると思いますがカードの,あの広告団が高いんで <laughs> だ無料でセルフバックで稼ぎながらその届いたカードをレビューしてってでアクセス集めて広告収に得るっていうねでさらに言うと昔結構僕あの取れてたんですけどそれでアクセス集めててで今 A8 からちょっとなくなっちゃったんですけども昔そのヤフーのクレジットカードがキャンペーンで2000円とかあったんですよで今セルフバックなくしちゃったんですけどね あのあセルフワークじゃなくてそのアフリエイトですよねアフリエイトプログラムなくなっちゃったんですけどあの前あったんですよでそれでその A8 のアフリエト報酬もなんだ10万ぐらいありましたね Yahoo ーカードうん <laughs> だそのプラスでね情報発信もできるとこういうことできるよっていうのをプラスでエッセンスでお伝えるとらああみたいになるじゃないですか すそ野を広げられますよね。セルフバックで稼ぐだけではなく、それをやったことを発信して、広告収入で稼ぐ。また、プラス、おすすめのクレジットカードを紹介して、そこでアフリエイト報酬を得ると。まあ、楽天のクレジットカードはまだ A8 にそのアフリエイトできるのはあるんですけど、ただ楽天はね、もう、あの広めすぎちゃってるんで、新規難しいですね、あれは。<laughs> もう CM バンバン出してるし、もうほとんど楽天カードを持ってますよ。 うん。あれは結構きついですね。Yahoo ーカードはいけましたけど、うん。楽天の新規はね、ちょっと難しいですね。パイが。そもそもその、大元がめっちゃ CM してるんで。うん、まあ、それでも一部はね、まだありますけどね。と、うん、いうことで、あの、なんでも売れます。売れないものはないです。売れないと思ってるのは、それはあなたの、あの、うん、使えない価値観ですね。そう。アインシュタインの、うん、アインシュタインの、うん が僕好きなんですけどアインシュタイン偏見のコレクシションンンアイイュタのね常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションでしかないっていうね相対性理論を作った、えー、発見したアインシュタインの言葉は僕が好きなんですけど常識とは18歳まで身につけた偏見のコレクションでしかないとあなたの常識はあなたの偏見でしかない言ってらっしゃい